マーズダイレクト、マーズダイレクト、日本、語訳、火星直行計画は、1990年代のロケット技術のみで、比較的低コストで、実現可能な案として提案された、火星有人探査計画。この計画は、1990年、ロバート・ズブリンとデイビッド・ベーカーの研究報告として、提唱された。ズブリンの1996年の著書座。 ケースフォーマースにて広く知られるようになった。火星大気の豊富な二酸化炭素を用い、地球機関用の燃料を現地調達するというアイデアが本計画の大きな特徴として挙げられる。1980年代までの友人、火星探査構想は地球低軌道の宇宙ステーションや月面基地で建造される巨大宇宙船を前提としたものがほとんどであり、 当然ながら莫大な予算と多数の革新的技術を必要とていた。ブッシュ大統領、父が1989年の月着陸20周年記念式典で月及び火星の有人探査について語ってから3ヶ月後にアメリカ航空宇宙局が提示した通称90日レポートもその例ではなく、 火星での滞在期間1ヶ月を含む往復18ヶ月のミッションの予算を約4、500億ドルと概算している。マーズダイレクトは、主として、この90日レポートに対する反発が直接のきっかけとなって誕生したもので、ズブリンは火星へ行くのに、月面基地も宇宙空母ギャラクティカも必要ないと、その種の過大な構想を強く批判している。逆に、 まずダイレクトのために開発された技術を月面探査に流用できるとも述べている。この計画では、まず化学工場と小型の原子炉、水素を積んだ無人の地球機関船を大型のブースター、スペースシャトルのエンジンやブースターを流用したもので、アポロ計画で使用されたサターン部位に匹敵する輸送力を持つで打ち上げ、火星に送り込む。8ヶ月ほどでアーブは、 火星に到着する。そこでは、比較的簡単な化学反応により、アーブで運んだ、少量の水素と火星大気の二酸化炭素を反応させて、112トンのメタンと酸素を生産するサバティエ反応。そのうち96トンは、ミッション最後のアーブの地球機関で使用する。このプロセスは10ヶ月ほどで完了する。これと、並行して、 アーブに搭載された無人車で周囲を調査し、有人機の着陸に適した場所を探す。アーブの打ち上げから26ヶ月後、2隻目の宇宙船を地球から打ち上げる。火星居住ユニット、ハブであり、4名のクルーを火星に運ぶ。この宇宙船は6ヶ月ほどで火星に到着する。旅行の間は、ハブと打ち上げで使用したブースターを紐で結び、 中心で回転させることにより、遠心力による人工重力を発生させる。火星到着時、使用済みブースター等を放棄し、ハブは空力ブレーキによりアーブの近くに着陸する。着陸後、クルーは火星上に17ヶ月滞在する。持ち込んだ機材で科学研究を行い、油圧キャビン付きの地上車によって移動する。燃料には、 アーブの生産した余剰メタンを使用する。地球機関の際は、ハブは、後の探検家が使用できるようにそのまま残し、アーブを使用する。アーブの推進団は、やはり6ヶ月かかる会議の旅行で、人工重力を発生させる、際のカウンターバランスとして使わされるだろう。マーズダイレクトの初期費用は、当時開発費を含め200億ドル。 2006年現在の300億ドル350億ドル相当と見積もられた。2004年 NASA と欧州宇宙機関は友人宇宙ミッションのコストを見直すためこの試案のコストモデル計算を引き受けた。検討された試案は MARS ダイレクトそのままではなかったものの両社のコストモデルからズブリンとベイカーの見積もりが非常に正確だったとが分かった。 ズブリンは有人探査を継続的に行うことを前提に、また万が一の安全対策としてハブと2機目の地球機関船をほぼ同時期に打ち上げるものとしている。たとえハブの着陸地点が数百キロメートルずれてもハブに搭載されている地上車でアーブまでたどり着くことができるが、もし1000キロメートル以上ずれていた場合はアーブ2をハブの近くに着陸させる。 ハブが無事アーブの近くに着陸した場合、アーブ2は 800km ほど離れた地点に着陸する。ハブとアーブ2の打ち上げから26ヶ月後には、ハブ2とアーブ3が打ち上げられ、ハブ2はアーブ2の近くに着陸する。こうして26ヶ月ごとにハブとアーブが送り込まれ、隣り合った地域の調査が進められていく。ハブとアーブのセットは、最終的に一組あたり20億ドル。 初期案当時の試算で打ち上げられるようになるという。高級的基地を築くのに適した場所が決まると、それ以降のハブとアーブはそこに着陸する。ハブ同士を機密式のチューブでつなげば、仮設の基地になる。ズブリンの著書では、現地資源を用いた建物や、都市の建設、火星大気の改造にまで言及されている。マーズダイレクトの発表後、火星協会 NASA スタンフォード大学により多くの検討が行われた。NASA では参考計画としてハードウェアに重大な変更、1ミッションに2隻ではなく3隻打ち上げを加えた案を提示している。この案では火星には燃料を十分搭載したアーブを送り、火星軌道上で待機、機関時は小型艇でアーブに乗船する。小型艇の燃料だけを火星の待機から製造する。 この案は、マーズセミイコールダイレクトとも呼ばれる。火星協会とスタンフォード大学の研究員は、マーズダイレクトの2隻の計画を保ったまま、クルーを6人に増員した案を提示している。火星協会は、彼らの火星アナログ研究ステーションプログラムで、火星居住ユニット、ハブのコンセプトの生存能力を証明してみせた。マーズダイレクトは、ディスカバリーチャンネルの番組火星。 次のフロンティアで NASA が進めている周りのプロジェクトと一部議論がある中だが特集もされている。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が2004年に発表した有人火星探査構想は NASA の現行予算をなるべく増やさずに行うこととされており、もし実現するとすればマーズダイレクトまたはそれを修正た方式にせざるを得ないものと思われる。 以下の作品でマーズダイレクトまたはそれをベースにした方式による有人火星探査が描かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。